南出口、改札駅前傾京阪山品駅は、京都府京都市山品区安志佐敷町にある、京阪電気鉄道京神線の駅。駅番号は、OT31。京神線京神三条駅五両駅間 3.9km の最終営業日となった1997年10月11日、京神三条駅を、 最後の列車が発車した22時14分以降、五両駅京阪山品駅間では、線路の切り替えが行われ、同区間は、京阪バスによる代替輸送が行われたほか、京阪山品駅浜大津駅間では、600系及び260型を用いて鉄道による輸送が確保された。この際、一時的に、浜、大津京阪山品の方向板を掲出して、 運行された。この日の最終電車が運行された後、600型は1500ボルトへの昇圧のために、西木り車湖へ、そして260型は解体までの留置場所となった球場山駅付近へと改装された。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。駅舎は上下線ホームの美和小浜大津よりにそれぞれ、設けられており、互いのホームは、 構内踏切で連絡している。かつては、琵琶湖号用の追い抜き線が設置されていたが、撤去後は先発先着の平行ダイヤとなった。大津線の大駅と同様に、京阪本線系統の各駅への連絡乗車券は、購入できない。ただし、京都市営地下鉄、烏丸線の丸太町駅や市場駅などへの連絡乗車券は、購入可能であるため、 ご購入防止のための注意書きがなされている。この駅のすぐ南に京阪バスのターミナルがあり、山品各地の住宅地や第五、六地蔵方面への足となっている。同ターミナルは、かつては、京阪の線路より、北側の JR 駅と挟まれた狭い場所にあったが、再開発に伴って移転した。1日、4301人あたり駅に近接して、JR 西日本を呼び、 京都市営地下鉄東西線の山品駅がそれぞれ設置されている。部分廃止前の京阪電気鉄道京新線と、後に建設された京都市営地下鉄東西線との重複区間は、山上京阪山品間である。当初、京阪電気鉄道は、京新線の山上京阪山品を廃止し、京阪山品から京都市営地下鉄東西線へ乗り入れる予定であったが、 地下鉄東西線の線形などの理由から物理的に不可能となり、接続駅が五両に変更された。このため、山品には、地下鉄駅が新設された他既存の京阪、山品駅も存置されたことから、五両京阪山品間は、両線が並行している。また電車内における案内でも、琵琶湖浜大津駅からの京新線電車が、京阪山品駅に到着する際、 JR 山品駅への乗り換えは案内されるが、地下鉄山品駅への乗り換えは案内されない。長年にわたり三条大橋古川長官が仮開業とされてきたが、公文書で本開業であることが証明された。ABCD 出典、京阪開業100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編147ページ、出典、京阪開業100周年記念誌、 京阪100年の歩み資料編210ページ、暮らしの中の京阪1994年5月号、沿線などで、総合病院などを運営する、楽和会、ヘルスケアシステムより寄贈。京阪3駅に、AED 寄贈からお泊まる健康ニュース600、型には、方向幕に、京阪山品の行き先表示は、用意されていない。また、260型は、 方向幕を装備していない。これは、2 6 0系の最後の運行になったほか、方向版も最終日の運用のために新しいものが用意されたことになる。大津線系統の各線共通。京阪100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編105ページ、駅別乗降客数の推移、五両駅に行く場合のみ、京阪山品駅利用の方が運賃が安くなる。 地下鉄東西線開業当初は地下鉄線の乗車券で京阪山市内行くと不足運賃が必要とアナウンスされていたが後に差額運賃と表現が変更されているこの事例は地下鉄の方が高額になるため地下鉄直通列車側で車内アナウンスによる注意喚起が行われている。ありがとうございます。